皆さんこんにちは、笹岡あかりです。今日の動画は前回の映画東京リベンジャーズに出させていただいた時の動画の告知でも言っていた通り、私の喫音症について実際に母に電話をして対談をしてみようと思います。私の喫音についてね、どういう気持ちでいたのかなとか、そういうのをちょっと聞いていければなと思います。実際私のインスタグラムの DM とか、あと YouTube のコメントにも喫音症のお子さんを持った親御さんがこうコメントをくださったりメッセージをくださったりしているので、これは我が家のケースとして捉えてもらえたら嬉しいなと思います。私の考えなんですけど、喫音症って100人いれば100人みんな違うと思うんですね。っていうのも、生まれ育った環境も違うし、家族との関係性も違う、学校だったり職場の環境も違う、お友達との関係性も違う、もちろん本人の性格、おしゃべりな性格なのか、おとなしい性格なのか、引っ込み思案なのか、こう目立つことが得意なのか、本当にみんないろいろ違うと思うので、なのでこう我が家はこういうケースだったっていう風に見ていただければなと思います。この話を YouTube で撮りたいんだけど、インタビュー出てもらえるって言ったら、最初母なんかそんな責任重大なことできないよって言ってたんですけど、私がそういう喫音症のお子さんを持ってるパパさんママさんからたくさん DM をいただいたりコメントをいただいたりすることもあるので、お母さんの当時の気持ちだったり考えが少しでも伝わるものがあればいいかなって思うんだって言って、そしたら、ああじゃあ分かった、あかりの喫音について当時の気持ちだったりとかいろいろ思い返してみるねってことだったので、当時のね、私が喫音だなって気づいた時とか、私がカミングアウトした時の気持ちをなんか思い出してくれてるみたいなので、ちょっと電話で聞いてみようと思います。もしもし。もしもし。こんばんは。こんばんは。今日はよろしくお願いします。ねえ、とんでもございません。早速なんですけど、私の喫音に初めて気づいたのは、私が何歳ぐらいの時ですか？幼稚園ぐらいかな。言いづらそうな言葉があるなっていうのは幼稚園ぐらいに感じたかな。でもそれは喫音とかは思わなかったと思う。まだ小さかったしね。2、3歳の動画で突っかえてたよね。そうだね、マイクの動画だけど。でも姉もまだ2歳とかだから、そこまで深くは考えなかったね。そうだね。焦ったりはなかったんだ。じゃあやばいみたいな。全然ない、それはない。だってまだ小さかったから。そっか。で、小さいし、ね、変に親がもう一回言ってごらんとか、それは言ってはいけないと思ってたから、もうごく自然、ごく自然、何も言わないし、確かに何にも言われた記憶ないもん。あえて言わなかったよね。まあさ、やっぱ時代がさ違うじゃん。もう30年前だからさ、お母さんが例えばさスマートフォンを持ってたとするじゃん、当時。そしたらもしかしたら子供喫音っていうかさ、子供どもるとかさ、子供言いづらそう、言葉とかって調べてさ、その今の時代便利なのが調べたら何でも出てくることだけど、調べていいこともあるしさ、知らなくてもいいことっていうか、調べて余計不安になっちゃうことも多いじゃない。ねえ、だから余計敏感になってしまうのは今の時代だよね。ねえ、だからなんか今のお母さんとかお父さんって大変だなって思う。喫音のことだけじゃないけど、やっぱり知らなくていいようなことと自分がそれを受け入れてっていうところは自分のやっぱり判断だもんね。本当そうだよね。私が小さい時ももしかしたらもうすぐ病院に連れていかなきゃってお母さんもいたと思うし、それはこれはうちのケースだもんね。もうとにかくでもほら忙しかったからね、双子だったから。そう、うち双子なんです。そうなんですよ。だからもうそれどころじゃなかったの。そう、とにかく忙しかったから、忙しさにかまけてっていうわけでもないんだけれども、あえてそれは大きくなって、もしかそれが自分で気になるようだったら言ってきてくれればいいなって思ったのかな、その時は。そうだね。ごく自然。で、親から言ってしまうと余計、やっぱり子供は神経質になってしまうから、わかるわかる。自然がいいかなって思った。多分私がさ、すっごい引っ込み思案の子だったら、お母さんもしかしたら悩んでたかもよ。あ、私から助け舟出してあげなきゃいけないかなって思ったかもしれない。もじ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 タイプの女の子だったら。でも
お姉ちゃんの方がよく喋ってた。あ、そう。うん。あ、そうなんだ。お姉ちゃんの方がよく喋ってた。うん、でも負けずにね、自分はちょっと、ね、言いにくい言葉。でも、いやー、でも小さいから自分でそこまで分かってないと思うよ。そうだよね。うん、一生懸命なんだもん。うん、逆にあかりに聞くけども、自分があれって思ったのって何歳ぐらい？あれじゃない、音読じゃない、小学校上がってからだね。それまではさ、自分のペースで喋ってよかったじゃん、すべて、うん、でもさ、うんうん、音読ってさ、一人ずつ順番が回ってきてさ、その良きところでポンって喋り出さなきゃいけないじゃん。それができないってなってから、約束事をバーンって投げつけられた時にできないって思った。そっか、うん、その時に連絡帳とかに言いづらい言葉があるのでっていうことは、先生にはちょっとご相談じゃないけども書いたんだよね、うん、お父さん書いてたもんね、うん、書いてもらった。あれなの、そのよよ読まなきゃいけ、あ、またきつ、お母さんと喋ってると出るよね、きつ音ね、うん、あの、うん、読まなきゃいけない文字は分かってるのに、目で追ってるからさ、もちろん10個ぐらい前からずっと計算してるわけよ、丸を数えながら。でもその文字しか集中してないぐらい、その文字しか見てないのにさ、言えないからさ、そしたらさ、担任の先生がさ、私の本名をね、なんとかさん、ちゃんと目で追っててくださいって言ったの、私に。もう先生も悪くないよ、知らないからさ、うん、きつ音自体を知らないのか、私がきつ音だって気づいてなかったのかわかんないけど、ちゃんと目で追っといてねって怒られたの。で、うわーって思ったのも一つだし、その後もなんか簡単な漢字から始まる言葉だったんだけど、丸読みでそれが読めなくて、したらクラスの男の子がさ、え、お前そんなのも読めないの、そんな簡単な漢字読めないの、うわっみたいなこと言ったの、私に。それで結構、いやー、これは相談しなきゃいけないなと思って言ったんだけど、まあうちは相談できるさ、関係性だったっていうのもあって、相談することに対してこう抵抗とか親に迷惑かけちゃうみたいなのはあんまなかったかな、当時は。そう、まあいい関係性だったんだと思う、私たちの中で。ね、うん、だから年長とともに亡くなっていけばいいなぐらいしかなかったかな。逆に私にはだからそれが合ってたんだと思うよ、うん、お姉ちゃんだけちょっとお留守番してて、あかりちょっと病院行こうとかってさ、手引っ張られて行ったら、それがショックで余計にひどくなっちゃってたかもしれないじゃん、うん、分かんないよ、もうたらればだからさ、分かんないんだけどさ、うんうんうん、できたらごく自然に、うん、いられるのが一番いいのかなって思ったよね、うん、人それぞれだけどね、それはね。確かに、そう、本当本当にそう、100人いたら100人の吃音があると思ってるからね、本当それはそうだよね、うん、ごく自然そればっかりだね、うん、だそうなんだよ、本当ごく自然。そうだね、でもこうやって話しててもそういう時あるでしょう、うんうん、うん、使えたりすることに関して大人になっても、うん、一回も会わなかったね、あかりにはね。うん、うん、なんだろうな、だって言ったってっていう感じかな、言ったってだってね。うん、またね、気にしてしまってなくない、うんうん、特にさ、うん、私さ、仕事で出てないじゃない、うん、お母さん全部さ、舞台とかドラマとかさ、過去の私の作品とか全部見てくれてるけどさ、舞台とかでも一回も出てないもんね。うん、ね、ハラハラする時あるけどね。それ娘が出てるわ、それはそうなるよね。うん、いや、言葉でさ、うん、ね、一回いてしまったらなとかさ、やっぱりそれは思うよ。うん、だよね、それはあるよ、うん、でも、まあ気になるっていうか、うん、あれって思うのはやっぱりこう日常会話その時の方がね、あるよね。でもそれはあかりの個性、うん、別にあのちょっと直した方がいいよとか、うん、もう一回ちょっと言ってごらんとか、それは、言わない、言わないね。そうね。うん、ね、うん、だってこうやって元気で暮らしていったの。ねえ。ねえ、それはさ、ねえ、その子の、うん、その人の個性だから、それは、うん、ねえ、いいかなって思うのよね。いいこと言うね。ね、年の子だからとか言ってね、うん、ねえ、だってそうじゃない、それ十分でしょ。それでいいと思うよ。うんうん、うん、ね、
ラブソングっていうさ、月9で福山雅治さん主演のさ、藤原さくらさんの喫音のテーマの月9があったじゃない、うんうん、あードラマね、そうそう、うん、あれをさ見ててね、喫音って言葉も私多分その時までほとんど知らなかったよね、うん、でお母さんにさ電話したんだよね、あの一人暮らししてたからさ、うん、ねお母さんさあのドラマ見てるって言ってさ、うん、であの女の子がさすごい言葉が詰まったりわわわわってなってるんだけどさ、あれ私もそうだったよねって話になったんだよね、うんうん、そうだね、そのぐらいからかね、うん、話すようになったのね。ね。うん、で、なんかお母さんも昔、一時的になんか喫音になったんだっけ？そうそう、テレビの影響で。喫音みたいな人たちが出てるテレビを見てたら、ちょっとお母さんもなっちゃったんだよね。うん。うんうん、そうだから、小学校の時も本を、ね、順番で回ってくるじゃない？うん。もう本当に嫌で嫌でね、うん、それでなんか学校行くのが嫌でお腹痛くなっちゃったのかなって今はなんか思うけどね、本当に嫌だったの、今人前で話すのがそうやってね、そうだよね、だからあのドラマさ見た時に本当苦しくってさ、わかるわかるわかる、二人でさ息苦しくなっちゃうね、なんか息詰まっちゃうよねって言ってたよね、だってその人の身になってみたら本当にもうなんだろう、逃げ出したい、本当そうだよね、うん、うん、ね、そんなのをさ思い出したりしてさ、なんかやっぱり苦しくなるよね、わかる、なんか自分見てるみたいになっちゃうんだよね、うんうんうん、うんね、ねえ、だからその時に大人になって初めてそんな話をしたね、改めてね、うん、そうかもしれないね、うん、ねえ、だからいいきっかけになったね、うん、あのドラマはね、すごく、うん、ね、大人になってからしたかったからね、そう、私さ病院で言われたわけでも何でもないからさ、これあの憶測なんだけどさ、うん、って言ってさ 1,2 年前にさネットでさ HSP 知ってさ、うん、HSP もお母さんにすぐ連絡したもんね、うん、もうね知らなかったからね、そうだよね、私も知らなくてさ、うん、でもそういうのってやっぱネットで今のさ社会で知れたからさ、なんか私は良かったなと思うんだけど、うん、そうかもね、うん、原因不明怖いもんね、なんかね、自分自身知れば精神的にも落ち着くだろうしね、うんうん、そうだから、うん、まあほらほら病院でね診断受けたわけではないからさ、うん、なんか変に言うのもあれだけど多分私 HSP だなって思うことしかないの、もうチェック項目がさもうレテンだらけなのセルフチェックしたらさ、でもそれですっきりしたんだけどさ、うん、それをさお母さんにすぐ連絡したじゃん、ね、知らなかったからね、ね、知らなかったよね、知らなかったからね、うん、これは本当に我が家のケースだけど、うん、ね、うん、いろんな気持ちとか環境とか、うん、いろいろ人それぞれだから、うんうん、何がいいとかね、ね、いいんじゃなくて、ね、そう、うん、これはもう本当に一つの我が家のケースだよね、うん、そうね、うん、確かに、うん、でもあんまり気にせず、うん、気にせず自分らしく、うん、うん、見てくれれば、ね、健康でいてくれる心が健やかならいいよね、うん、うん、そうよ、うん、いいよ、うん、前向きにさってね、健康でやってくれるのが一番いいことだと思う。ハミングアウトした時とかさ、びっくりしたでしょ、びっくりした